行くよ。こいつはいただいておく。吸い込む間は実体化する。今だ。螺旋丸。無駄だ。まだわからないのか。先生の言う通りだ。よくわかんないけど、やっと攻撃が当たったってばよ。そうか、ナルトが螺旋丸を消したのではなく、カカシ、貴様が螺旋丸をカムイで飛ばしたのか。思った通りだ。お前の術は一つだ。分析にかけてはお前の右に出る奴はいないな。簡単にでも奴の術の説明を頼む。術のことを知っておくのと知らないのでは戦い方も変わる。術のネタは本当に簡単だ。あの吸い込んでしまう術同様、すり抜ける術も同じ時空間忍術だったのさ。順を追って説明する。まず奴の面についた傷、あの傷跡は俺の苦内でついたものだ、間違いなくな。そして右肩のものは傷跡からついさっきの螺旋丸を食らってできた傷だとわかる。この二つの傷に共通しているのは、ナルトの体が奴の体をすり抜けている最中に重なり接触していた部分であるということだ。そしてこの二つの傷にもう一つ共通していることがある。それは俺のカムイの術で時空間へ飛ばしたクナイと螺旋丸によってできた傷ってことだ。ん？奴の時空間忍術は俺のカムイの時空間とつながっている。ちょっと待て、どういうことだ。なぜ奴の同術とお前の同術がつながっている。時空間忍術ってみんなドイツがやってもつながってるもんなのか。いや、そうじゃない。おそらく奴と俺だけだ。そんなことよりさ、なんで俺のパンツじゃなくて消したクナイが当たるんだってばよ。そうだバカ野郎、時空間が共通していたとしてもだ。だからってすり抜けるやつに攻撃を当てんのは無理だろう、この野郎。そのすり抜けるという考えが間違いだったんだ。え、どういうことだってばよ。お前の攻撃がすり抜けているように見えたが、実はお前の体と接触したやつの体の部分が時空間へ移動しているだけだったのさ。お前のパンチがすり抜けた奴の左面の部分はすり抜けたというよりもこの空間になくなり時空間に移動し存在していた。実態としてはな。そういうことか。でもどうして奴と動力がつながってる。カカシ、奴はその目をどこで手に入れた。どこでか。あえて言うなら前回の対戦の時だ。カンナビ教の戦い、お前がシャリンガンの英雄と呼ばれるようになったあの戦いでだ。お前は後悔しても遅いのだよ。現実はただ残酷に突き進むだけだ。現実を見てきたお前には分かっているはずだ。この世界で願いなど何一つ叶いやしない。だからこそ無限つくよみという夢へ導くのだ。墓の前で英雄が哀れに言い訳をする必要のない世界を作ると言っているのだ。こっちも言ったはずだ。木陰の夢は譲れねえ。こっちとら託されてるもんがいっぱいあんだ。ナルト。しかしナルト、
もしジライアや四代目火影が託したものをお前がないがしろにしたら奴らはどう思うだろうな。ナルト、託されたのに失敗したらお前は自分自身をどう思うだろうな。問題を先送りにし希望という言葉でごまかしても虚しい現実が待つだけだ。託した側も託された側も虚しいだけだ。お前に九尾のチャクラを半分残して封印したのはこの力を使いこなすと信じていたからだ。俺の息子ならと。ナルト、変われ。奴に一言言っとくことがある。悪いが、こいつはてめえの言葉には当てはまらねえ。キュービか。四代目が託したわしを、ナルトは、ダチにした挙句、力をも使いこなした。四代目は、お前を倒す力として、わしをナルトに封印したのだ。行け、ナルト。てめえは失敗なんかしねえ。ゴー！行け、ナルト。てめえは失敗なんかしねえ。ゴまたあの力か。カカシ、俺たちも。やつはまさか。いや、そんなバカなことが。カカシ、聞いているのか。やつを攻めるには陽動の手数が肝になる。俺たちも戦うぞ。お前が今何を考えているのかは想像がつく。俺もそうだ。だがそいつは置いとけ。今は干渉に浸る暇はない。部下だったナルトがお前より先に突っ込んでんだぞ。バカ、一人で突っ込んでくるとはな。よっよっ、シャッター。俺一人で突っ込んでんじゃねえよ。クラマを忘れんな。それにビーナおっちゃんにハッツァン、激前先生にカカシ先生もいる。俺との勝負で勝ち越しているお前がこの程度で老いぼれちゃいないはずだよな。カカシ！ナルト、お前が俺の部下でよかったよ。行くぞ。はい。我がライバル、そう来なくては。連発できない借り物の力など恐るるに足らん。本当のカムイの力。このカムイ、絶対にタイミングは思い知れ。入れる時に実体化するなら出す時も実体化するはずだ。今がチャンスだぜ。反撃できればの話だが。ナルト、こいつは美獣の力を拘束する呪印付きだ。いいか、絶対に触るんじゃねえぞ。ウィーのおっちゃん、ちょっとの間かくまってくれ。影分身の術。わかった、来い。俺が傘になる。カムイ。また同じ手なら、マルトをすり抜けさせなければいいだけだ。なんだ、影分身か。カカシ。悔いの方が早かったな、カカシ。これで螺旋丸も飛ばし損ねた。またカムイの無駄遣いだな。まだだ、美獣だろ。少し遅い、無駄なことを。ナルトだ。そうか、さっきのカムイは螺旋丸ではなく影
影分身そのものを飛ばしたのか。カカシめ、クイよりも早く。てめえはしまった。誰だ。お前はオビト。本当にオビトなのか。死んだはずだろう。間違いない、うちがオビトだ。その名で呼びたいのであれば好きに呼べばいい。俺には何の意味もない。お前はあの時、みんな出口へ走れ。上人だ。そういや忘れてたぜ、俺だけお前に上人祝いのプレゼントやってなかったな。カカシ、この俺のシャリンガンをやるからよ。リンを頼むぜ。ああ。オビト！オビト。生きていたのか。誰だってばよ。俺たちの同期で木の葉の忍びだった内葉の男だ。前の戦争で戦死したはずだったが、生きていたならなぜ今まで。俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかしそうだな、なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。謝るな。それにそんな顔するな、カカシ。俺を責めないのか。こんなくだらない現実を今さら責めて何になる。これから消える世界のことなどに興味はない。カカシ先生、こいつとの間に何があったのか知らねえが、こんなとこで落ち込んでる場合じゃねえだろ。話は後でじっくり聞く。今はこいつのやろうとしていることを止めるのが先だってばよ。ナルト、カカシ、ナルトの言う通りだ。カトン、死ね。爆風乱舞。なんだ。こっちは楽しそうだな、オビト。